然でしたね。そう、私もツイッターのツイートを見て、なんだろうって思って、そう、突然の突然でしたね。こんばんは、みんな。サノンは今日レッスンしてきました。レッスンして、エイトの、まずエイトのレッスンして、その後 K のバータにして、でその後投資リハに参加してきました今日は。あー、関和夫さん久しぶり。オレジみんな、明日は周年ですよ。周年ですよ、みんな来てくださいますか。みんな明日来てくれますか。全楽、オーマイガー。じゃあオンデマで見てください。みんなオンデマでぜひサノンのこと見ててください。がっつりお仕事、わお。あ、 DMM で見ます、嬉しい。キャマチ、お、いいね、当たるといいな。生キャラメルコーヒーと飲むヨーグルト最高、ありがとう。空勝だ。明日は真面目に仕事する日なんで。マザピさん、いつからそんな意地悪になったのしょうがない、明日平日ですもんね。明日は木曜日ぐらいですよね。5番やけどまだ連絡ないって。やっぱみんな行くんですよ、ちゃんとお仕事を休んであんまり良くないけど、お仕事を休んで、そう、見に来てくれるんですよきっと。17周年やからね、そう、記念日やから、みんなね、そうだよね、簡単には諦めらんないですよね。わさっぴさん、ありがとう。でしょ、ゆりさん久しぶりに見た。ドライフラワー歌ってんのかな、これどっち。あ、鬼ごっこ。エイトのコンサートを休止前にやってほしい。え、4月3日ぐらいあるじゃないと。ネイル下地とネイルの新しいの買えた。それが今日はいけてないですね。はい、でも意外とうまくいけたよ。あ、昨日ね、塗り直したらうまくいった。この、うん、この指うまくいったから、いけそうこれで、うん。ドゥ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 、サノンは AKB48 と歌唱力決定戦出てほしい。お、確かに確かに確かに。待って、なんかいけてるわ、大丈夫だった。知り合い2人行くよ、嬉しい。2人来てくれるの嬉しいね。誰推しだろう。何、32位の方が何、なんですか、何かあった何、分かんなかった。明日一応劇場に来る、嬉しい。何気にミニストップ行ったら打てた。おー、よかった、ミニストップ優秀ですね。そんな空のは今かな。
これを飲みたいと思います。てってれーん、飲むヨーグルト。飲むヨーグルト飲もうかな。飲むヨーグルト。飲むヨーグルトのヨーグルト、あ、間違えた。飲むヨーグルトのヨーグルトでな。飲むヨーグルトの高千穂牧場のやつはお家にある。そう、お家にありますので、あの大容量の方のこっちを買いました。いい音。ヨーグルト食べる派？サーモンはどっちもだけど、最近は飲む派ですかね。高千穂牧場のね、美味しいがね。これ飲みます、今から。生乳仕立て。飲むヨーグルト、クリーミープレーン、生きて腸まで届くビフィズス菌。難しい名前。寒いかな今これ飲んだら。まあね、よし。いただきます。うんうん、飲むヨーグルト2リッターはきついって。美味しい、これめっちゃ美味しい。タンパク質 7.9g。 みんなは飲むヨーグルト飲みますか？最近お家ではラッシーを作って飲むんですよ。でもさすがにホテルじゃ、まあ、ラッシー作ろうと思えば作れるけど、まあ美味しいラッシーできなさそうなので。ファミマ行ったらこれ買う。ポニテノン天然記念物。よっしゃ、天然記念物にしてくれる。ねえ、あのさ、おろし系の髪型でさ、ステージ立ったことあんまないっちゃけど、あんまないっていうかないね、ないっちゃけど、え、ストレートでさ、おろしてみるのどうかな、どう思う、みんな。飲むヨーグルトブルーベリーが好き。あ、わかる、ブルーベリー美味しいがね。でも最近はさ、あのプレーンですね。毎朝ヨーグルト食べてる、健康。今日は久しぶりにいちごミルク飲んで幸せ。え、いちごミルク、いちごミルクか。そのいちごミルクはなんかポケにレシート入ってるんですけど。めっちゃ面白い、レシート出てきた。いちごミルクはさ、なんかあのね、高校生の時 JK が好きですよね。サッカー見てる。今サッカーやってる。今ね FNS 歌謡祭、これは23ブルームーン。前髪切る話してる。違う、あのさ、なんか、あ、前髪ね、結構褒められるのメンバーから。なんかあの大西桃香さんも、あやねさんも、あのなんだっけ、 K のさ、あの鳥取ロケの時に砂丘で褒めてくださって。そう、なんか前髪はいつでも作れるからねって。うんうん、ストレートで下ろしたことないからどうかなって思ってるんですけど、どうですか明日。私 JK じゃないけど好きです。 JK ですね、もうそれは。え、アイドルの飲み物なの？
ストレートのおろし、ストレートのおろしってことはこれってことなんですけど、まあこれよりストレートにはなると思うけど、これってことやけど、どう思うみんな。うん、めっちゃ迷うわ、どうしよう。なんかポニーもいいなって思ったっちゃけど、迷うなと思って。どうしよう、迷ってます。はい、新鮮よね。でもこれで踊るのはね。あ、実習10日間生き抜きました。えらい。待って、なんでこっちグーの、さっきまでレッスンしてたからだね。これはマイクのグーですね。お疲れ様。うん、ウェーブかけたことあるって。うん、巻きのこと、あるある。ツインは明日はね、ツインの気分じゃないの。ピアノ実習も割とミスなしで弾けて、手遊びもね。手遊びなんかあるがね、あのそういう実習って。絵本もちゃんとできたって何より楽しかった。イエーイ。はい、さすが、もう楽しいが一番よ。うん、お話し会まであと3日。あと3日で会える、嬉しいね。めっちゃ嬉しいわ。頑張れそう、空のも。迷っちゃうよ、髪型。何より前髪が長いので、なんか、うん、迷うね。うん、私最近のゆずかさんの髪型がめちゃくちゃ好きなんですよね。そう、うん、今回の話から福山から、福山ってどこ？え、待って、さらちゃん明日出るの。出るよ、明日出るよ、出る出る。明日はエイトとK8で出ます。 K8 で K8 で出ます。 K8K8。 お話し会さえ当たったら嬉しい。書くね。ねえ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 、ここがめっちゃ痛い。なんか原因不明、これは。でも数日前から、なんでかね。しまなみ海道、広島と沖縄の間。広島と沖縄、あ、間違えた、広島と岡山の間、全然違った。なんか普通にお手紙書き直すね。なんで、なんならもう今までかその書いてたやつその書き直す前のやつそのまま送ってくれたらいいのに。でも待ってるね。うん、待っちゃうわ。なんでって、うん、なんかわかんない、とりあえず痛いんです。面白いね。
下書きも欲しいの。え、欲しい、可愛い、そういうの見るの。だって下書きってもらえる機会ないやん。手紙書いたらラブレターになりそうで怖いのですか。え、嬉しい、待ってる。ねえねえ、じゃあプレゼンおまをくれるんだ。どういうこと？かわいい。ファミマナウなんですけど、さあちゃんが飲んでるやつ、ファミマの大きい飲むヨーグルト、そう、大きい飲むヨーグルト、日本ルナ株式会社さんが作ってる 240g 入ってるやつ。そう、そう、タンパク質が 7.9g 入ってるやつ、ぜひ。嬉しいね、今ファミマって。明日の劇場にお手紙とプレゼント持っていきますって。公演は外れたけど、嬉しい、ありがとう。これこんな感じ。待って、リップついてる、ごめん。リップついてる、ごめんごめんごめん、それはごめん、それはごめん。はい。賞味期限は12月21日です。誕生日の方いますか。さあちゃんとの一番の思い出、あー確かに、劇場デビューの時ね。確かに確かに。なんか飲むヨーグルト1日何本飲んでます。1本ですよ、さすがに。1本って言っても今日久しぶりに飲んだ。え、高畑充希さん歌って、すごい。1本、あ、でもね、ちなみにあのこれ久しぶりに飲んだけど、あの冷蔵庫にさあと1本あるんだよね。そう、あのホテルに来た日に2個買って帰ったんですよ。でやっと飲んでます、今。ドロドロヨーグルト、さドロドロが好きでさ。あ、待って、嘘ついた、今思いっきり嘘ついた、昨日飲んだ。あ、けどね、昨日飲んだのはサラサラやったから、うん、やっぱ違うなって思って今日はこれ飲んだ。そう、昨日スーパーで昨日買ったやつを飲んで、そう、それがなんかいまいちだったんですよ、味がサラサラで。サーノは、サーノ的には、私的にはいまいちで、なんかちょっと酸いくて、そう。でドロドロがやっぱり好きですね。ドロドロが好き、どっちが好き？みんなどっちが好き？ドロロロとサラサラ。これは美味しい。安田の飲むヨーグルトはまだ飲んでないやろ。ねえ、全然さ、売っちょらん。うん、シンプルに売ってないわ。安田さん売ってないですね。日本ルナさんばっか飲んでますよ、私は。日本ルナさん推し、うん、推し。だいたいね、どのコンビニに行っても日本ルナさんが売ってるっちゃけど、でもグラムが違うから、みんな、あのセブンイレブンとファミリーマートじゃグラムが確か違ったんですよね。どっちが多かったっけな。うん、まあそうなんですよ。はい、シャラシャラが好き。シャラシャラか、シャバシャバ系ね。
スーパー行ったらある？いやスーパー行ったらねブルガリアヨーグルトしか売ってなくて、あブルガリアヨーグルトならね、もうおじいちゃん家からもらって飲んだっちゃけどサラサラやった。あと酸いかった、うん、え安田ヨーグルト見つけたら飲むって。ドロドロ、ちなみに飲むヨーグルトはサラサラが好き。サラサラが好きやっちゃう。じゃあこっち苦手？コンビニの。いやそうブルガリアはねサラサラの水系でした。ブルガリアは食べる方がいいかな。そいつ明日サイレントリアタイ、え待ってリアタイできんやん、どうしよう。えリアタイできんよね多分。できんやったら、できんやったら明日、そうですね、ティバーさんで見ます。シャバシャバもドロドロもこだわりないかなって。美味しければ何でも、うん、それが一番よ。さやちゃんの、さやちゃんの声聞いてたらヨーグルト買ってしまった。あ、お買い上げありがとうございます。 240g、 タンパク質 7.9g、 賞味期限2022年12月21日のヨーグルト。都内のスーパーね、都内のスーパーさそんなある？なんかマイバスケットばっか見る。まあでもなんか普通に道端のスーパーみたいなとこもあるけどさ、あんま入んないよね。普通のヨーグルト振ればドロドロになんないのって。あ、なんないよ。あ、うん？普通の、あ、食べるヨーグルトってことなるね。それはなる。うん。あ、でもいっぱいあるわ。成城石井さんとか。なんだっけ、あと。なんかいくつかあるねけど、なんかあんま入んないよね。はっ、サイレントってことは、ヒゲダンディズムさんかな。これはにしに友達でなんて読むんですかこれ。声優ん、最優ん、なんて読むんですか。5秒で飲み終わった5秒で飲み終わった。もう飲み終わった。早いよ、早すぎ。大きい方買った、ちゃんと、明日6時開演やから見れる、見れる、声優だっちょ、よかった。え、何時まで？あ、8時半とかか。あー、ギリ見れないですねきっと。あ、待って、でも見れるかもね、わかんない。まあ見れたらいいなぐらいで。 240g、 え、何飲み終わったと？さあの後、まあこんぐらいあるよ。ほんとだ。そうくん寝てるよ。おいしい。そうくんだ。手話を学んで難しい。今ね FNS つけてるから、そう見たらそうくんだった。うん、朝ドラね、パイロットね、みんな知ってる？朝ドラのパイロットのさ、お話の、学校、宮崎航空学校なんだよ。
どうぞ。太陽をポンポジションをあ、そう、舞い上がれ見てますか？待って、やっちゃった。今日舞い上がれ見ようと思ったのに、なんか8時を諦めて12時45分から見ようと思ったのに、見事にあのスマホで動画見てました、ダンスの。うん、あ、今もう北海道？北海道なんですか？北海道か。FNS 歌謡祭。今サイレントのね、主題歌歌ってるんですよ。うん。今北海道なんや。え？じゃあ今日から北海道？そらの明日は遊べる？明日？明日は劇場です。待ってます。あ、岩倉学生と、そうそう、柏木学生。懐かしい、懐かしいって昨日？おととい？昨日？昨日だ、見たのに。まいんちゃんね。わあ、レインボーブリッジ綺麗。レインボーブリッジって何時まで光っちゃった？レインボーブリッジ、なんかレインボーブリッジ見ると元気出るんですよね、東京では。なんかテレビの画面で見ても元気出ます、ライトアップされてるやつとか。うん、めっちゃ綺麗。なんか頑張ろうって思いません？夜光っちゃった？見たいな。光ってるレインボーブリッジもちろん見たことあるっちゃけど、お仕事の帰りとかね。けどさ、何時まで光ってるんですかこれ。湾岸、湾岸、湾岸走りに行かなきゃって。あ、なんだっけ、それドローンの前よね、きっと。日没30分前から24時。何時だろうそれ。日没30分前、5時頃東京だと。そう、波動の時ね、めっちゃ見れるんですよ、レインボーブリッジ。見えてめっちゃ綺麗だった。東京タワーも見えますね、このテレビの画面だと。うん、そう、FNS 歌謡祭でも、あの、レインボーブリッジと、東京タワーが映ってますよ。あ、30分後。お台場？お台場の近く、あ、そっか、お台場、レインボーブリッジ見えるもんね。なんかさ、綺麗よね、めっちゃ。頑張ろうって思いますよね。そういうのは思います、少なくとも。あ、なんか前めぐみんさんとね、あ、波動がさ、波動私が出た時、あのデイロックで1シーズン目の、そう、あの時にね、あ、待って、FNS 歌謡祭ってお台場？そう、それで、あの、めぐみさんと話しちゃって、そう、なんかお台場の景色好きっていう話でしてて、一緒だってなりました。
あ、フジテレビやっちゃう。 FNS 歌謡祭。じゃああの球体のとこに今このアーティストさんたちはいらっしゃるんですか。すごい。そう考えたらさ、すごいね、あの球体のとこにこんな会場あるってこと。すごくない？めっちゃすごくない？めっちゃすごい。すごい、いっぱいスタジオあるっちゃ。なんかそう考えるとすごいな。何、照り焼き坂。あ、もう全然違う。待って、全然違った。降りて欅坂。ごめんなさい。照り焼き坂に見えた。レインボーブリッジから東京タワー。いいね、東京タワー。東京タワーも何で行ったことないですよ。お台場はある。違う会場は違うところ。あ、うん、そうなんだ。 FNS 歌謡祭は品川駅近くの新光臨プリンスホテル。あ、ってことはこれはお台場じゃないってこと。あ、球体にはないでしょ。あ、ないんですね。品川新高輪。あ、新高輪、違うな、高輪ゲートウェイか、あれは新高輪。じゃあ品川にいるってこと。なるほどね、の会場ってことか。あ、じゃあこれホテル。なんか毎回豪華ですよね、このなんか FNS 歌謡祭のこのステージ。高輪プリンスじゃなくて新高輪プリンス。そんな2種類あるんや。2週連続？じゃあ来週もある？楽しみ。なんかポーズ取ったっけ？忘れた。ズン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 、どこ？金曜深夜さんです。次はみんな明日見てね。17周年記念公演、そういうのはケイト8で出ます。来週 AKB 出る。お、そっか、今週は出ないのか。そうだわ、今日はみんなレッスンしてましたね。そうよ、明日17周年、明日誕生日、明日は誕生日です。そうですね、ゆうはんさんの誕生日だわ。ずんずんずんだか。ねえ、そういえばね、なんか今スーパーでなんかチーズ買って、でね、チーズを買った時にさ、なんか何種類あったかな、プレーンと鉄分とサラミ味と、なんか、あ、そう、あと新発売のレアチーズ味があって、で、レアチーズ味がね、どこの店舗に行ってもあのね、売り切れちゃって、で、今日ね、入荷したっちゃろうかね、今日見つけた、ついに今日ついに見つけて買ったっちゃけど、
食べたらさ、なんかさレモン風味みたいな、レモンが入ってるみたいな感じで食べたら、その今まだあれなのでレモン風味がダメで、なんかレモン風味が邪魔したしちゃってたけど、普通に食べたら絶対美味しい味、絶対美味しい味、うん、美味しい、普通に美味しいけどレモン味が今の私にはいらないかなって感じ。これレアチーズケーキ味、これ美味しそうやな。普通にね、普通にこれ何個入り ?4 つ入ってるやつ、美味しい、美味しいよ。あ、そう、まあね、普通に考えたら美味しいんですけど、まあレモンの味がなければより私は美味しい。ねえやばい、あの冷蔵庫チーズしかない。美味しかった、うん。ちなみに何時まで配信やるって、何時から始めたか忘れちゃった。チーズ好き、今冷蔵庫チーズしか入ってないからチーズと飲むヨーグルト1個、待って、チーズ買いすぎててやばい、ちょっと待って、どうしよう、チーズしかないよちょっと待って、ちょっと待ってやばい、間違ったかな、やばい、そのチーズ屋さん開けるかもしれん、見て、チーズしかない、見事に。このチーズ買ってどうするんってぐらいチーズ買ってるわ。え、今日さ、あのレアチーズケーキが味が売っちゃって、それが嬉しくて、なんか味も分かんないのに、美味しいか分かんないのに2個買って、でこれ2個あるじゃないですか、これ2個あるやん、レアチーズケーキ味のチーズ、普通にこういうチーズなんですけど、一つください、どうぞ、え、チーズになりそう、で、これやろう、見て、やばくない、めっちゃやばいと思うねえ、なんでさ、ちょっとバカすぎるねえ、どうしよう、サーさんバカだわただバカかもしれないねえ、バカかもしれない、これ絶対にさ食べ終わんないよ、どうしよう、え、どうしようねえやばい、ねえ本気で冷蔵庫これしか入ってない、これと新しいこれ1本、これしか入ってないよね、うん、から今からね、気持ちいいするよきっと、うん、5月まで、なんか持って帰ろうと思えば持って帰れますので、まあいいんですけどやばくない、めっちゃやばい、めっちゃやばいですよね、めっちゃやばいよね、本当にやばい、え、まだね5日に来たから、まだ東京に来て3日目なのに、これ、あ、でも今日これを嬉しさのあまり見つけて買ったので、まあこれだけ買ってたんですけど、うん、って感じ。え、まずね、まず最初これを買ったとよ、で、あ、いや違うな、あ、違う、そう、最初これ買っちゃって、で確か昨日これを買い足して今日これを買ったっていうね、ね、なんでそんなに買ったの、うん、なんかチーズが食べたい気分だった、なんかさ今回ね、あのお家から裂けるチーズ持ってきちゃらんくて、最近さっていうか、うん、ここずっと東京に滞在するときホテルにね、
あのチーズを、避けるチーズをね、10本、12本とか持ってきちゃって、1日1本とか食べちゃったんだけど、今回それがないから、避けるチーズがないからこっちを買ったんですね。じゃあこのままちゃった、やばい、もうチーズ買わないように言ってって言ってください、私に。え、これ美味しいよね。そう、また美味しそうなチーズ見つけたら増えそう。キャラメル味とかあったら絶対美味しくない、キャラメル味のチーズは。最初の2本でも多い。え、2本は多くないやろ。だってこれ何個入ってるよ。あ、何個入ってるっちゃう、これ4つ。え、でも今日もいらないので。え、いや、なんで2つ、同じの2つ買うの。え、最初1つずつやったよ。でもなんか買っちゃってた昨日は。どうしたらいい。避けるチーズはコンビニでも売って、高いやん。だって、このチーズ1回で1本、1回で食べるの1個よ、この1個、1粒。で、そう、2粒とか食べて、2粒ですね。あ、ワインあうっちゃう。飲んだことないや。え、どうしよう、こんなって。確かに、いや、行くのがめんどくさいんですよね、買いにね。これどうしよう、本当にサーモン、これどうしようチーズ欲しい人いませんか。空いてないのが3個あるの不思議すぎるよ。どう見てもバカ、どう見てもバカです。どう見てもバカですよね。バカです。オレンジのうちはできた、嬉しい。え、ちょうだい、どれがいい、どれがいい。これはレアチーズケーキ味、鉄分プレンプレンレアチーズ。え、そう、まあ賞味期限はね、5月13日と30日と15日まであるみたいなので、まあいいですよ。え、チーズってさ、宮崎まで持って帰ったら腐れちゃうかと思う。チーズのレアチーズケーキ味、レアチーズケーキの味がしますよ、本当に。そう、本当にする。じゃあ分かった。まあ、でもプレーン、そうだね、プレーン。待って待って、ちょっと今思ったけど、プレーン空いてないじゃん両方。待って、え、怖い。待って、え、嘘やん、嘘。プレーンこの間食べた気がするけどな、食べてないのか。じゃあ粒だったんですね。プレーンかレアチーズ、あ、いいよ。え、ブルーチーズ食べたことないな。おかえり。見て、気づいたらチーズがこんなにあった。しかも冷蔵庫チーズしかない、チーズと飲みヨーグルトしかない。え、本当にやばい、どうしよう。明日もチーズ買ってきたらどうする、みんな。まあ明日行く予定ないけど、明日は行く予定ないんですけど、スーパーに。え、そう、え、買ったの忘れてるはないっちゃけど、なんか買っちゃうよね。何が何個あるとか覚えてないね。乳製品しかないわ。
パルメザンチーズならよく料理に使う。これ使えませんか？びっくりする。飽きひんの？飽きん？そう、プレーン。ベビーチーズ美味しいよね。しかもこれ安い、88円ぐらいじゃない多分。あ、でもこれ考えてみたらこれで、そうだね、400円500円ぐらいってるんですね。そう考えるともったいないね。本当にチーズ食べたい人が困るので買い占めないでください。いっぱいあった。うん、なんか最近甘いものとか買うことでストレス発散というか、お疲れってなる。あるよね、そういうこと。ハイボール1杯にチーズ3個。そんな？あ、もう1時間経つんですか。早くない？めっちゃ早いね。22時28分でなる。うん、なるほど。チーズ買って満足して空いてないの3つあるっていうね。帰って、今日帰ってきてこれを食べた。2粒。これは一昨日食べた2粒。昨日食べてない。謎すぎる謎の現象。どうしようこのチーズたち。あ、やばいな、どうしよう。こんな買うんじゃなかった。返品してあげたいぐらい。チーズやっぱ2つ買うの間違ってたよね。今日レアチーズ1個でよかったよね、きっと。反省します。冷蔵庫には、私の冷蔵庫にはこれとこれしかありません。チーズの差し入れはやばい、さすがに。こんなにいっぱい、うちにもこんなにないわ。普通にバカすぎだ。え、バカよ本当に。これは完全にやばいですね。お店開けるわ。うん、ふう、チーズと生きていきます。いや、裂けるチーズを持ってきとらんからね。そう本当にチーズしかないの、めっちゃ面白い。この冷蔵庫本当に面白いわ。お口悪い大丈夫だよ、自分に言ったのね。とか言っててまた買いそう。やば、本当に食べて。でもさすがに食べきれないので、うん、チーズそんな大量には食べないよね。ジェンガ懐かしい。いとこみんなでジェンガしよったわ。そのチーズ誰からもらったの？あ、自分で買った。え、ランニーさん好きなんですか、チーズ。明日忘れてチーズ買わないよね。
大丈夫。明日はチーズ買う予定ないわ。明日はどこにも行かないと思う。ねえ、明日買わんから大丈夫よ。福袋の早期予約特典は今日の23時59分まで。ありがとう皆さん、早期予約特典は今日の23時59分までみたいですよ。あと1時間半後ぐらいまで。福袋にサイン入りチーズでも入れようかな。限定何名やろな。21222322、限定25名。いやダメ、サウナの分なくなっちゃうからダメ。チーズ入ってたらやばいね。あ、劇場行きます。劇場行く。お店ね、お店には行かん。スーパーとか。わあ、あ、冷蔵で福袋私のだけ怪しまれるわ。あ、でもあるかそういうの、なんか冷凍瓶みたいなね。当たりにはチーズが入ってるのかって。福袋はパスタなんてやめて、やだ。チーズ入れないので皆さんぜひ。あ、リッツの上にね、美味しいがね。あ、確かに。あ、でもね、あれクリームチーズなんよね、これ普通のベビーチーズだから。チーズ送ってはめっちゃ面白い。買った方が早いって。着払いね。もったいないよ。あ、チーズフォンデュー、あ、めっちゃいいね。福袋開けたらチーズの香りが漂うかもしれませんね。そう、眠いのでそろそろ終わろうかな。お風呂入る。急に眠くなってきた。あ、眠くなってきた。周年記念グッズ明日から皆さんお待ちしてます。チーズ風呂はさすがにやばい。普通にチーズの詰め合わせで買うんで、福袋には入れないで。入れんよ。うん、チーズ好き。うん、配信終わったらお手紙書きます。嬉しいな。プレーンなら食パンの上にのせてトマトソースかけて野菜とベーコンのせてピザトースト。でもこれベビーチーズよ。うん、キリのクリームチーズ美味しいよね。お、ダスホール。いや、本当に好きだ私。ミセスグリーンアップルさんの声。クラ
ラッカーに挟んで食べる、美味しいよ。あと4分で1時間、ありがとう。ランキングもね、ミスツグニャップさんも好きなんですよね、私、歌声。ランキング読む。わあ好き。13位はピンクのクマさん、ありがとう。12位はムムさん、ありがとう。11位はピンクカメオさん、ありがとう。10位はカラスのガークアットマークルンバニアさん、ありがとう。9位はフォークアットマーク香港チームメイトと16期箱石さん、ありがとう。待って、ムムさん呼んだっけ。13位はムムさん、ありがとう。9位はゆーちゃん、ありがとう。8位はトカチンさん、ありがとう。7位はヒデリンゴさん、ありがとう。6位は赤さん、ありがとう。5位は光一さん、ありがとう。4位はナートマーク空の姫大好き、ありがとう。3位はワサップさん、ありがとう。2位はジョートさん、ありがとう。そして1位はスヌポンさんでした。久しぶり、ありがとう。まだお仕事中、頑張るんだよ。そのお風呂に入って明日に備えてちょっと復習して寝たいと思います。皆さん明日はいよいよ17周年記念劇場公演ですね。皆さん明日多分倍率高いと思うので、ぜひDMM 女山で見てください。待ってます。あのは K8 で出ます。待っててください。それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。それではじゃんけんしましょう。せーの、空のじゃんけん、じゃんけん、おい。嬉しい笑顔になりました、ありがとう。それでは皆さん、今日もありがとうございました。おやすみなさい。みんなありがとう。おやすみ。勝ったと思ったのにってペイントかけてみた。それではおやすみなさい。バイバーイ。